本物とか多分とかどっちだよ。あなたがバングさんに運ばれてきた時重傷だったわ。腹部に開いた穴は内臓もえぐっていて、普通だったら確実に助からない。だけどその傷が私の目の前でみるみるうちに修復していった。その時青を感じたわ。私にもわかるほどのね。普通の魔導書でこれほど青を感じさせるものなんて見たことがないのよ。だからなあ、根本的なことを聞いていいか。何かしら。青の魔導書ってなんだ。ブレイブルーとも呼ばれ、この世界で唯一直接青と接続できる最強で最悪の魔導書と聞いているわ。最悪ね。で、その青って何なのよ。詳しくはわからないのだけど。なんだよ、わからねえのかよ。だって神の力と言って信じる？マジかよ。とにかく黙っていたことは謝るわ。本当にごめんなさい。だけど彼を元に戻すのはあなたのその青の魔導書が必要なの。お願い、私に力を貸して。お願い。け、知るかよ。自分のことさえ何もわからねえのに、青やら魔導書やら手配書やら他人のことにまで首を突っ込んでいられるかよ。なら私もあなたに協力するから。俺を助けてくれた礼は言う。隠してたことも別にいい。だけど悪いが、そっから先は自分でやってくれ。あなた記憶がないのよね。私なら力になれるわ。だからそれでまた餌になれってか。信用できるかよ。おっと、そうだ、こいつのことを忘れてた。ジョイさん、話は後だ。おい、あんた大丈夫か。彼女知ってるのか。あなたを追っている統制機構の兵士よ。目を覚ましたらきっとあなたを拘束しようとするわ。先に手を打たないと。おいおい、あんた医者だろ。怪我人を前に物騒なこと言うなよ。でも他の兵士を呼ばれたら相当厄介なことになるわよ。そうかもしんねえけど、つか身に覚えがねえのが困りものなんだけどさ、俺ってそんなに悪人なのか。大悪党よ、噂ではね。死神って呼ばれるほどなんだから。そうなのな。参ったな、たべよ。とは言っても心配なものは心配だ。特に大きな怪我もねえし大丈夫そうか。しかし見覚えのある顔だ。初対面だよな。俺はこいつを知ってるのか。だとしたらくそ、ダメだ、思い出せねえ。あら、この文字確かどこかで。なんだ、何か書いて。ナンバー12、村雲。どうだ、ミャオはここにいるよ。誰だ。キャッ、どうしたの突然。いや、今声が。ライチ殿、どこでござるか。ライチ殿、バングさんだわ。心配して来てくれたのね。とにかく一旦戻りましょう。あなたの言う通り、このエースさんもこのままにはしておけないし、話の続きは戻ってからしましょう。あの声、それにあの場所は。え、何。悪い、こいつのことはあんたに任せた。面倒見てやってくれ。
ちょっと。くそ、なんでだ、なんで思い出せねえ。青の魔導書って何なんだよ。俺は一体何者で何をしなきゃいけねえんだよ。それにさっき一瞬見えたビジョン、あれは、あの女なんて言った、ラグナ、その言葉どこかで聞いたことがあるような。それにあいつも見覚えがある。あいつは俺を知ってるのか。だとしたらあの女を探せば何かわかるかもしれねえが。やれやれ、ようやく見つけたぞ。誰だてめえ、俺に何か用かよ。貴様があの死神か。手配書通りの人相、間違いないようだな。死神？知らねえよ。人違いじゃねえのか。ほら、邪魔だ、どけ。つまらん嘘をつくな、死神。私は第七機関の者だ。要件は分かっているな。悪いが、貴様を拘束させてもらうぞ。人の話聞けよ。今さら他人のふりをしても無駄だ。たとえ貴様がどこへ行こうとも、私には貴様の居所がわかる。貴様が青の魔導書を持っている以上、即位システムはその反応をどこまでも追うぞ。またそれかよ。そいつと第七機関とかいうやつと何の関係があるって言うんだよ。関係はない。だが最強と言われる青の魔導書を統制機構に渡すわけにはいかんのでな。誰だてめえ、いきなり横から会話に割り込んできやがって。聞いていた通り鼻息が荒いな、死神。私は第七機関の九重だ。お前に2、3質問した。私の質問に答えたらお前を見逃してやろう。質問だと？なんだよ。その青の魔導書どこで手に入れた？さあな、覚えてねえよ。気づいたら持ってたし。つうか今でも本当にそれを持ってるのかすら疑ってるし。次の質問。その腹部の傷、反応から察するにアークエネミーにつけられた傷だな。そいつをどうやって治した？ああ、アークエネミー、あのニルバーナとかいう人形のことか。そうだ、いいからさっさと答えろ。そいつを治したのは誰だ？んなこと知るかよ。医者の話じゃ勝手に治っちまったらしいぜ。それでもまだ痛むが、これもその魔導書とかいうやつのおかげなんだってよ。バカな、アークエネミーによる傷を修復した。いかにブレイブルーとはいえ、いや、まさか。なんか大変そうだな。もう行っていいか？待て、最後の質問だ。勇気テルミ、この名に聞き覚えがあるか？勇気テルミ。どうした、やはり知っているのか？いや、初めて聞いた名前だ。多分な。そうか。おい、約束通り質問には答えたぞ。いい加減先へ行かせてもらうぜ。悪いな、やはりお前を行かせるわけにはいかないようだ。テイガ、今すぐそいつを拘束しろ。了解した、ということらしい。すまんが諦めてくれ。やっぱりな。
だったら最初から力ずくで来やがれってんだ。The wheel of fate is turning! Rebel, one! Action! Counter! さすが青の魔導書の所有者なだけはある。くそ、めちゃめちゃ硬えなあんた。一体何でできてやがる。まだか心得、そう長くは持たんぞ。間もなくだ、あと少しだけ持たせろ。やれやれ、無茶ばかり言う上司だ。しかし青の魔導書とはこれほどか。なるほど、多くの者が欲しがるわけだ。なあ、聞きてんだが、その青の魔導書っていうのは一体何なんだ。そんなに欲しがるものなんだ。本気で言っているのか。青の魔導書ブレイブルーはこの世で最強の魔導書だ。それを欲しがる連中は5万という。中には悪のために使おうとする者もな。我々の目的はそんな連中の手に渡る前に青の魔導書を確保することだ。なんだよ、じゃあ別に俺が持ってたっていいじゃねえか。何を言う。お前は統制機構の支部に攻め入り、大勢の人間をその手で殺めた犯罪者だ。お前のような奴にこそ渡せるものか。言われてみりゃ確かに。かといって俺も黙って捕まるわけには。いつの間に。ご苦労だったな、テイガー。死神捕縛への協力感謝するぜ。心得の命令だ。貴様に協力したわけではない。ち、そういうことかよ。下手な時間稼ぎしやがって。これがてめえらのやり方ってわけだ。不本意ではあるが、貴様を逃がすわけにはいかんのでな。上等だ。言っとくが、簡単に捕まるつもりはねえぞ。てめえら、俺を捕まえるつもりなら相応の犠牲は覚悟しとけよ。それでも構わねえってやつからかかってきな。ほら、どうした。かかってこねえな。こっちから。ギャンギャン吠えるんじゃねえよ、みっともねえ。くそっか。部下を助けてもらった礼だ。今は殺さねえ。おい、こいつを支部へ連れて行け。拘束人を忘れるなよ。それから念のためだ、俺が戻るまで上位の術式が使えるやつを何人かつけとけ。さてと、ここの絵、協力に感謝するぜ。どうした、何か気になるのか。ああ、先ほどのやつの言葉がな。死神の？何の話だ。マソノードの異常値と何か関係があるのかもしれんな。少し調べてみるか。あ、おい！ったく、なんだって言うんだ、あいつ。しかし、死神か。聞いてたほど大したことなかったな。
兄さん。兄様。あ、ジン、サヤ、大丈夫だ。心配すんな。でも、兄様。泣くなって、サヤ。あらあら、二人とも、そんなにベッドにへばりついていたら、ラグナが眠れなくなってしまうじゃない。シスト。まだ熱があるわね。食欲はどうかしら。ご飯は食べられそう？いらない。そう。でも少しだけ食べましょうね。